MJ の鑑定中、ここデーモンだらけだな。まずはこいつら倒して、調査はその後。音のザビチャンネルへようこそ。どうも、ザビでございます。はい、ということで続きやっていきましょう。まあいっぱい敵おるね。早速ですよ、早速。まあでもこれバチューンってやつはもうなんかええんちゃう。バレたバレたバレたーえいバチューンこれ強えからな、これ強いんで。はい、どこおる？あ、おる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 。これバレんちゃう？向こう側行こう。こんばんは。警察へのファストトラベル。あ、マジで今書いとったね、なんかね。警察へのファストトラベルがどうのこうの書いとったわ、確かに。よいしょよいしょ。スパイダーって変化したら、はい！あれ？おらんくね？えい！事前に一言欲しかった。あははは、ダメか。よいしょよいしょ。多分バレてない、多分バレてない。バレてるけどバレてない。気をせ気をせ。すげえ、スパイダーマンのポーズすげえ、ちゃんとあるんや。こんばんは。まあ、きっとバレてないからね、ここにおるのはね。おお、おるおる、なんかおるで。こらまずいな。やっと落ち着いた。ポーンポーン。声出したら迷惑だろ。えい、上上上上上にして、えい、もうちょい向こう、もうちょい向こう行って、もうちょい向こう行って、えい、よし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 、オッケー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 。結構なもんでしょ。オッケー、片付いた。ほい、もういない敵。ほい、ビヨーン、ムオン、ムオン。そん中、そん中やんけ。近すぎて間違っとるやん。ここや。厳重なロックだな。ここ銀行じゃなくてリサイクルセンターだろう。電源を見つけられれば開けられるかも。例のように例のように電源ですね。探しましょう。あれ、結構名前ない。え、どうやって動くん。ああ、見るね、見る終了。どうせ向こうでしょ。ほらほら、あったあった。ここ敵の横ですけど。よいしょ。回路をオーバーライドできそう。オーバーライド、エレクトリックウェブだ。出た出た、例のやつ。あー、間違えた。えい、あれ、えいは、これに合わせて、え、これに合わせて、これに合わせて、えい、うまくいったか。オッケーオッケーオッケー。でもまだ電気が足りないな。スパイダー出た。みんな楽しそう、みんな楽しそうや。俺もやりてえ、それスパイダーやりてえ。こっちから、おー、いっぱいあるいっぱいあるいっぱいあるよ。こん中やな。こん中をどうやっていくん。配電盤を見つけないと。あるよ、そこに。いや、ある、あ、こっちが中じゃにかったわーい。ほい、えい、オッケー、よし。回路はまだ安定してる。行け行け行け。近くに別の配電盤ないかな。近く、え、どういうこと。またまだ他にってこと。向こうから、あー、なんかこっちあんね。あー、あったあったあった。ほい、バヨン、エレクトリックウェーブ、プシュン。見つけた。もういいでしょ。もう少し、あともう一つだな。もう一個。ああ、あるあるある。これ裏じゃないか。ビヨーン。はい、裏じゃない、ここや。邪魔邪魔ですか、これ。邪魔なやつですね。ああ、こっからね。へい、オッケーオッケーオッケー。こんばんは。やった、自動ドアや。こっから、そう、そう、上、上やな。あー、ここね。はい、え、はい長押し長押し長押し。ナイスー。クモクモ、すげえ、みんな楽しそうやな。コメント欄が楽しそうやぞ今。スパイダースペシャルやな。ポラ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 。はい、上から入んの。上からっぽくない。違うか。いや、上からっぽいけど。上からっぽい。えい、はい、いたいたいた。よーし、覆面変わったよ、何気に。よしよし、カサ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 。そう、そいや、こんにちは。これって、何、爆弾みんながいっぱいある。なんか光ってるよ。はい、設計図。トラック爆弾。最悪や最悪最悪や。
フィスクの武器庫にあった銃。おお、強そうなやつや。敵来るよ、総務地。6巻隠れようぜ。6巻隠れようぜ。えい。これって奴らが狙ってる場所かな。全然わからん。待てよ。これオズボーンさんの選挙事務所だ。マジで。高性能の機材だらけだ。全然わからん。後でこれリサイクルして自分の武器に使えるかも。マジで。あ、でもスパイダーマンっぽい。確かに。スパイダーマンっぽいよ、確かに。くる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 。すげえ回ってっけど。テロに最適なものがあんね。やばいね。爆弾ってやべえよ。あとはこんなか。はい。フィスクの建設現場にあった爆弾だ。爆弾だよ。次元爆弾だ。そうなんかじゃない。デーモンは市長を殺すためにフィスクから武器を盗んだんだ。ねえ、リーはいた？いや、でも君の言う通り、リーはここをデーモンの隠れ蓑にしてた。怖い。爆弾に銃の密輸。嘘でしょ。こんばんは。奴らの計画はそれだけじゃない。今度はオズボーンの選挙事務所を襲う気だ。リーはオズボーンに何か恨みでもあるのかな。住所を見つけたよ。奴らの拠点だと思う。急げば奴らを止められるかも。気をつけて。ほんま気をつけて。あれ、こっから出るんちゃうんか。上から帰るんか。はいはい。ユリ、聞こえる？なんのよ。ボスにお説教されてて忙しいの。マーティン・リーとデーモンが攻撃を計画してる。今度はオズボーンの選挙事務所が標的。確かなのね。先週から間違った情報ばかりで。これは間違いない。リサイクルセンターの住所を送るよ。証拠は全てここにある。分かった。選挙事務所に避難するよう伝えておくわ。もしこれが間違いだったら転職活動手伝ってよ。まあでもね、そんなん言われてもね、間違っとうことなかった気がするけどね。いいね。みんなスパイダーマン楽しそうやな。市長どんだけ恨みがあんねん。しかもね、リーさんやからね。相手はコンソリデーテッド運送。めっちゃおるやん。たくさんいる。それじゃあこっそり行くか。こっそり車来てますけど。しかもスタイリッシュに。任せて。スタイリッシュだったら俺得よ。突撃されちゃう。うわーっつって。どうした。ガジェットページを開く。何があるん。おーおーおー、トリップマインが作成可能。リサイクルセンターで拾ったもの使えるかも。さっきのね。よう、もう作ったの。早くね、お前天才や。あー、チャレンジトークンが足んねえ。最高。悪者の武器で悪者退治。これね。マインを設置する場所を狙う。まあ、そこに押せと。ここね。はい、パシュ。おー、え、つまり全ての行いは自分に返ってくるってこと。すげえ。じゃあこの辺、えい。ああ、そういうことか。そういうことか。あの線が行く方にしか行かんのんや。失敗した。失敗したわ。えい。まあ関係ねえけどね。俺には関係ねえけどな、あまりね。うん。そこ行くか。ああ、車来た、車来た。ここ行ったらバレそうね。バレそうやわ。次はスイングで5000。マジで。リモートっぽ、ここに線があるからね。これパショーンってここに行けってことなんでしょうね。うんうん。わあ、これは上から行くのもありやな。でも上から行ったらバレそうじゃない？意外とバレないんですね。どうする？でもエレクトリックウェーブ。よこ。あ、これダメですね。あ、でもなんかビリビリなってるよ。ビリビリなってるのを見て、こいつ歩いてこようとしてる。あ。あ、バレたー。はい。そんな甘い話はなかったわ。すぐバレるわ。さすがに上を持ったらバレますな。うん。はい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 。はい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 。でもね、きっとね。ああ、見られてる見られてる。え、結果バレない。最初から言っちゃいである。ほんまそれ。もう少しだから、微妙な動きをせんのきゃよかったな。まあ裏から回ろうぜ。はい。ほいほい。せっ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 せ。バレテーラー、超バレテーラー。これいっちゃうか。あ、なんもねえ武器が。はい、こんばんは。もういっちゃいっちゃい。もうどうせ2匹しかおらんじゃん、ここはな。気にすんな気にすんな。うお、嘘つき。2匹じゃないやんけー。はい、痛い。当たってる当たってるわよ。危ない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 。待て、ちょっと、まあ、まあ、落ち着け、お前ら。はい、ドーン。あ、何した今。はい、ドーン言うて何もできんかったよ。
本当に何もできない、何もできない。早くあれを覚えてほしい。早く爆弾が欲しい。あいてー、爆弾欲しい。一回やめたいこれ。あー、一回やめたい。もう一回やり直したい、やり直したいんです。実はあーしゃー、やり直したいんですけど、そんなうまい話はなかったですかーい。くたばれお前ら。あぶね、ほっ、バレまくった。いっぱい来たー、スパイダーマン J、 スタマン J、 ほい、トリップマインはいらない、そっちじゃない、欲しいのは。私は爆弾が欲しい。はい、爆弾が欲しいっす。いや、ほんとこれが欲しいんやけど。武器ちょうだい、それ武器ちょうだい、その武器。そう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 、それちょうだい。多分安全。危ない。まあでもね、スタイリッシュになんとか来ましたよ、ここまで。危ない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 。はぁ、これ増えんな、増えませんね。一回向こう行こうか。めっちゃし一般市民にボコられるヒーローである。ほんまそれ、油断したな、油断したな、もうほんと。よし、これでこっそりいける。よしよしよし、こっそりいける、こっそりいけるぞ。計算通り、バカ野郎。これを多分使わせたいんだろうな、いっぱいな。で、どこにおる敵、あそこにおるのね。じゃあこの辺に行ってーって打って、ピー、あれ、あ、これやった。この辺からピーって打って、はぁ、どこについた今、どこがこっそりやねん。それ歩いて、歩いて、そこちょっと歩いてくれれば。そう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 、いいよ。はぁ、どこ。俺の計画ではもうちょっとこううまいこといくはずだったんだかな。これどうやってこう、どうやってこうね、うまいことなんの。敵おる、そこおらんよね。もうそう行っちゃうか。はーい、線がいっぱいピロー出てるよ。はい、シューン、バレてない。こっちか、あ、ここね。あー、危ないよ、危ないよ。えい、もうなんだそれ、なんだそれ、もうそこで、世の中そううまくいかない、ほんまそれ、ほんまそれ。あ、浮いて、はいはい、もうもうこれもう後ろから行ったら勝ちじゃんちゃうか。もう敵おらんやろ。おらんよ。勝ち申した。向こう向いて行けそう。ほっ。仕事中はおしゃべり禁止。ほっ。あれ。ほっ。オッケー。ね。うまいこと。うおー、ネズミゴール。いいもいないし。中を見てみよう。スキャン。どうやって？すげえ、このスキャンほんと便利。便利ね。でもどっちか中入れんね。あ、はあ、オフィスを調べる。どうやって上から行くのこれ。あ、これか。ぴょん。結局結局ご利用した爆弾いっぱいある。どこどこ、これ中に行かないかんの。中行かないかんのね。蹴り落とせ。あ、これか。飽きろと。強引に飽きろってか。ワイルドだろう。物色物色。こっちから見られません。こっちからです。うん。自動車工場の請求書。ペールホースライドか。かなり整備に金かけてる。どういう会場？他にもないか調べてみよう。すげえ、お金がいっぱいある。すげえ金かかっと。確かに。このパソコン見るのが一番入っちゃえん。英語読めませんでした。ほい、町中に奴らの基地があるのか。トークンゲットしよう。マジでこれすげえ大変そう。顔が出てる、奴らの顔がいっぱいあるよ。結局チーズ星人で交流してない。チーズ星人やべえ。どこから攻めていくかあったんでしょうね、この顔のやつ。まあ、いつかやろう。思ったより大事かも。これじゃまるで軍隊レベルだ。持ってるやつがね、そもそも普通じゃないらしいけどね。来るぞムービーですよね。うわー、無知使い、あー、無知使い、無知使い。おー、危ない危ない危ない。待って待って待って、まあ落ち着け、まあ落ち着け、ね、その光るやつ日本も必要ないんじゃない思ったよ。待って待って、わー、これ使うもんがねー。えい、おー、すげえかっこいい。
よきよったこいつ、武器を持った敵はアイテムを、投げてひるませよう。はーい、そうしまーす。えいとー、しょーあれしょーひゃー、さよなら。そーい、一位当たった。そーい、よいしょ。そーい、武器ちょうだい、武器ちょうだい、そう武器ちょうだい。えい、武器をください。無知を持った時は、フォーカス食べたフィニッシュで倒そう。勘違いしてない、僕そういう趣味はないんだよね。倒しちゃった、いっぱい来てる。わー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 、これ欲しいんやけどな。これ電話、はいはいはい。オーツゾーンの選挙事務所への攻撃は阻止できたと思う。よかった、危ねえ。 C は見つけた。いや危ねえ、でも調べた方がいいものならテールホースライドって場所。聞いたことある、調べたら連絡するね。ふいふい、若干 MG が可愛く見えてきたよ。あぶねえってばよい、叩き込むぞ。よっ、はい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 、もう見えてばよ。何が来るか分かってる、分かってないっす。嘘つきました、嘘つきました。危ない、それは無茶です。はいはいはい、糸が使いたい。待って待って待って、糸が使いたいけど使う。あぶねえ、一回殴っとこう。一人ずつ減らしていきましょう。回復回復、エレクトリックウェーブが復活したけどな、それはな。待って、そうじゃない、俺が使いたいのはそうじゃない。回復、先輩ちょっと、またムチ使い来た、ムチ使いが来てるって。待って待って、違う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 、待って待って、エレクトリックウェーブしかなーい。結構止めとく、動きを止めとく。おーっと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 、危ないってばよ。ラッキーラッキーラッキー、これはラッキーでしたね今のは。はい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 、いってててて、無知使いマジやべ、無知使いマジやべ。ちょっと待って待って、まあ、今初めて見た敵やから許して、許して、敵さん無知は慣れてないから、私2回目でしょ戦うの。そんな状況で電話かかさないスパイダーマン、まあ俺みたいなもんですよね。喋りながら喋りながら喋りながらちゃんと配信するんです。無理です、一旦避けたい、さよなら。危ない、逃げ方はうまくだったぞ。あーやっと来た、復活。俺多分強い、もう最強。あー嘘でした、でもこれがあればもう私はもう無敵みたいなもんですよ。ほらほらほら、無敵超人、無敵超人、はい、これで倒す。あれー違う、そっちじゃない、待って待って待って。でもね、これはね、これつけるときはもう引っつけるんですよ。殴って引っつける。あーもうちょっと巻いてMG が可愛く見えるとか、男子高校生病か。いや可愛く見えてきたでしょ、ない。了解、シルバーバード、現場に降下する。なんか来た、もう一匹だぞ。なんか来た、銃を構えろ。また新人、ドバッ。おい待て、俺の獲物だ。そうかい、不明、このクズ野郎を殺して。ちょっと、そういうのはこの町じゃルール違反だよ。踏んで終わった、なんか来たぞ。うわ、いっぱいいる。ちょっと待った、その前にさ、自己紹介しない。コード SM1、 コード SM1、 指示を待つ。なんかいっぱい来たよ。コード SM1、 目視した。シルバーバードを待て。シルバーバード、あいつの攻撃は見えてる。回避するとは言っていない。誰や、おばはん。あれ、いつからこのゲームカプコン製になったの。こんばんは、ダンテ。決まってる、80点ってとこ。ああ、ビリ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 。今のは九州。話してあげて、彼は味方よ。ユリ、説明してくれる。彼女はシルバーサブリノワ、セーブルインターナショナルっていう警備会社のトップよ。オズボーン市長に雇われているの。へえ、市長が軍隊飼ってるってこと。今度我々の邪魔をしたらこの程度では済まないぞ。行って、後で連絡する。年取ったカルマミーみたいな、ほんまやな。すげえ女が出てきました、びっくりしたね。すんげえ飛び回っとんね。ねえ、
セーブルの件はごめんなさい。言っておけばよかったんだけど、急に決まってね。平気だよ、僕たち相棒だろ。いつ相棒になったの？何？ご機嫌斜め？とにかくセーブルのバッグには市長がついてるってこと。送ってくれた場所で爆破計画の証拠を山ほど見つけたけど、 D に繋がるものは何もなかったわ。今探してるとこ。ピーター、リーさんが留守の間おばさんが切り盛りするなら、おばさんの仕事は誰が？私よ、いつも人手不足なの。いい人いない？一人いるよ、マイルズ・モラレスっていう子。聞いたことある名前ね。お父さんが名誉勲章を受章して。ああ。葬式で話したんだ。頭のいい子でさ、でも落ち込んでて。昔の誰かさんみたいね。あの時は忙しくすることで気が紛れた。だからあの子も。これお母さんの番号。ありがとう、電話してみる。ねえ、リーさんから連絡はあった？いいえ、なぜ？別に、まだ仕事まで時間あるし、何か手伝えることがないかちょっと見てくるよ。あら、別にいいのよ。いいから手伝わせて。バイト代もらっとうしね。リーのオフィスを調べよう。バイト代もらっとうしね。働こうぜ。博士うさくせえ、詐欺に引っかかるやつ間違いねえわ。野菜切ろうか？あなたがキッチンにいるとかえって邪魔になるってよく知ってるでしょ。切ってる切ってる。 何を切ってんだろこれ。何回切るんやろこれ。切れてねえよおばちゃん。すげえ適当に切っとんな。撫でるように切っとんな。飛行機でうるさいでやばいでしょ。イエーイスパイダーマンのウエーイ。ピーター、元気そうで安心した。なんとかね。飛行機の中でも実況しそう。オフィスに鍵が。どうやったらバレずに。うん、ありがとう。今かぶりまくっとね、声がね。思惑。おすげえ、シュイーンでした、シュイーン。どこかに通気口があるはず。上な。ああ、あっただ、余裕であるわ。ジップロック。ジップロック。電気ビリビリってきて大丈夫？この部屋初めて見た。痛そう、バチバチ。危ない危ない危ない、バチバチ。うわぁ、高圧線なんて何に使ってるんだろう。飛行機で個室ができますよ、すげえ。分かってます。でも口座番号は D さんのオフィスで、今は入れないんですよ。なんか言ってる。番号が分かったらすぐに電話しますから。いいえ、いつになるかは分かりません。ね、生身でできるで。多分手がついてれば何でもできるんだろうな。で、どうするかしら。なんかこれガチャン出ていったらもうすげえ怒られそう。こっち行こう。ささ。中に入るのバレんちゃう俺。なんか俺であいつっつって。通気口から見えた部屋はきっと祭壇の裏側にあるはず。リーの両親、額縁に鍵穴があるみたいだ。ほんまや。捨てられたんじゃなかったっけ。自分を捨てた親のために祭壇なんて作る。なんか見たことあるこの人。友達にどう。チェス。リーの父親が彼に聞かせてた怪談話。調和でのみ従わせることのできるデーモンか。怖いね。覚えとけと父は言った。デーモンの力は調和でのみ従わすことができる。調和がなければあの化け物は支配するという前に、ものに牙を向くだろう。へいへい。一鍵ある。鍵ささ鍵見っけ。鍵見っけ。肖像画の鍵穴に合うはず。なんて書いてんだろう。全然読めねえわ。わあ、なげえ。フィスクは逮捕された。まあ俺が逮捕してしまったんやけど。デーモンを飢えている。私は飢えたデーモンを抑えるほどの力がない。リーは葛藤してる、うん、本当はこんなことを望んでなかったのかな。プライベートジェット買って空からの実況しましょう。お疲れちゃーん言うて。へえ。またおお、なんかあるで。誰？おばさん。うん、写真の祭壇何か足りないみたいだな。
ね、この変な文様、キョンシーみたいな、なんかある、なんもない、よしよし、まあ、とりあえず一回開けてみようぜ、この鍵で。鍵、えい。パズル式の鍵か。わあ、なるほど、例のやつですね、これ完全に。LOMS タイムですよ、これは。回転させる。はあ、あってそう。マジで本当に適当にしたけど、本当に。じゃあもう、これも、じゃあ扱ってみるよ。うわ、わからん。全然わからん。まあ、ただなんか適当に、なんか、あそこにあるやつ、おお、すげえ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 。なるほど。わからんけど。もう一回見直そうぜ、ほんなら。もう一回見直そう。全然わからん。こうならないかんの。こうならないかんのやな。あ、でもなんか、もうゴールじゃねえか。これゴールじゃんけ、あと。もうゴールやわ。あとこの穴を、塞ぐだけやろ。これ。違う。こう。もうこれで、ああ、いた。もう開いてんじゃん。ほぼほぼ答えたな。うわ。最大の、うわ、すんげえ。なんか出てる、右から。何を隠してるんだ？ここ臭そう。これが気になる。これどうやって動いてんの、ね、リーが力を分け与えてたのか。どうやって動いてんでしょ、これ。どうやって力を吹き込むんだろう。それ、気になるよ。バイオエレクティック誘導、圧縮移送シフト。そのような、わからん言葉を使われても困るんですけど。とりあえずこれ多分あれやで。リーは仮面に取り憑かれてる。この顔。なんかユングっぽい。じゃあ、負の感情を解放するために別の人格を演じてたってこと？悪魔を演じてるうちに悪魔になっちゃったのか。へえ。キョンシーみたい。キョンシーみたい。釜ですね。なんかある？なんか電気ビリビリになってるよ。全部ノーマン・オズボーン絡みだ。ストーカーやな。ずっと追い続けてる。ストーカーですね。随分と執着してる。好きなんだろうな、きっと。好きなんだろうな、きっと。そういうことやわ。こんなだって若え写真からずっとねえ撮るわけねえやん。何年も前に臨床実験の訴訟でオズコープが敗訴してる。隠蔽したのかな。聞いたことないし。まあさすがやな。さすがとしか言えんわ。違う、後ろ。違うよ、もうそんなもう純愛ですよ。なんかあるで。闇の力が体にみなぎっていくのがわかる。父は私が正気を失ったというだろう。理解できるはずもない。あの怪物を倒すためには怪物になるしかないんだ。ソニー製やな。そこが気になったっていう。ソニー製です。あれ、白黒や。なんかある？なんもない。闇の力、もう中二病やな。中二が好きそうな感じやな。ソニー製です。オークション会場で MJ が見つけたファイル。あ、これさっきの。マジでこれ見れんけど。何も見れませんよ。あ、これか。これでリーの次の計画がわかるかも。持っていける。リスさん12秒かな。わーっと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 、やばそう。トラップだ。証拠隠滅用の。踏んじゃった。どっから出るん？あれ？どっから出れそう？こっからしか出られんけど。狙う？どこ狙う？あ、あれか。えい。あら。なぬ？どこか出る、え？ビチビチやっていくよ。連打したらなんとかなる。電気。いや、
撃ってるよ。ああ、もう一つ当たってないだけやった当たってないだけやったわ。電気電気、この辺なんかねかった、さっき違うな、気のせいか。ビリビリになってる場所どこあった？一瞬なんか見えたけどな。あれか、違うね。もう一個どこあるで、俺こう見逃してるくせくな。う？お？あ？え？もう一回もう一回。あー、あとこれか、これっぽい。この後ろはもうなかなか見にくいね、あなた。えい、警察かおばさんが見つけてたら、考えるだけでゾッとする。柱の壁にあったね、影に。よいしょ、よかったよかった。下に降りる、ドフ。ロッカーの裏ね。オッケーオッケー、なんかあんねえと思って。で、ここって出口あるの？なんかあるんちゃうか。あったあった、よいしょ。でもどっから出るんやろこれ、どっから出るんでしょうか。そーっといかんと怖いよ。普通に出よった。あらー、リーさん、確か出張中じゃ。探し物は見つかったかな。マーティン、戻ったの？持つよ。ありがとう。残念だが、またすぐに立つんだ。荷物を取りに来てね。視聴者のことを聞いたでしょ。ああ、気の毒に。ピーターもいたの、無事でよかったわ。オズボーンの集会に？彼のファンだったとはね。まあ、二人とも無事で何よりだよ。本当に？犯人はまだ捕まってません。また何かしでかすかも。君やメイが心配する必要は何もないだろう。余計なことに首を突っ込まない限りはね。それじゃあもう行くよ。いつ戻るの？すべて片付いたらね。闇の匂いしかしょらんで。探し物は見つかったかねってね。いややわ。しかもピーターもさ、もう敵意丸出しやん。いややわ。後ろにいっぱいいるわよ。おい、ちょっと待った。すげえ、あの目光らせるだけでこいつら反応できるんだよ。我に従いみたいなもんや。ああ、なんかラファエルがいっぱいおる。ラファエルとか言っちゃいかんわ。いや、普通に名前出たけど、俺もそういえば配信しとったわ。いつ絡むことになるか分からん。絡むことはなかろうけど、あんな天才たちと絡むことはなかろうけど。こちら渡辺。やっと証拠ゲットしたよ。チャイナタウンのフィーストセンターへ。そこは何なの？メイ・パーカーっていう素敵な人がいる。それとリーのオフィスで妙なものを見つけた。それはそうと、また攻撃するつもりらしい。いつ？どこで？今調べてるとこ。でもデビルズ・ブレスって名前のものを使うみたい。ヤバそうな名前で。思った。何なの？オズコープが生み出した物質、生物兵器か何かじゃないかな。それに関するファイルを見つけた。今は渡せないけど、後でコピー送っておくよ。わかった、オフィスを調べてみる。証拠が上がったら彼を指名手配するわ。いやー、なかなかすげえ。 MJ、 この2人大変やな。ピーター、ねえ、かけ直していい？今話しといた方が。また、なんでひそひそ声？ちょっとバタバタしてて。夕飯食べながら話さない？うちで。ああ、もちろん、僕が作るよ。うん、またね。待って、リーの闇落ちタッチの話を教えてくれただろう。それさっき目撃したかも。ええ、気のいいホームレスたちが突然飛びかかってきたんだ。しかもさ、目が光ってて。それでユリもショッカー逃がした看守のことで似たようなこと言ってたのを思い出して。じゃあショッカーはリーと組んでたってこと？そういうことだったの。それだけじゃない。でも残りは夕飯の時に。うん、またね。まあとりあえず夕飯か。ああ、何作ろう。無人地に行くんやな。
しばらく飛び回るだけの動画になるじゃない。ギアスが作れるようになったよな、使えるようになったよな、きっとな。おっとっとっと、博士。どうも博士、どうしました。パーカー、いいニュースだ。ラボに来なさい。今。これは起死回生のチャンスだ。早く見せたい。本当に、食事の約束があるからその後でいいですか。食事は後だ。今すぐに見せたいんだよ。オッケー。すぐ行きます。博士大変やな。これって仕事復活ってこと？じゃあ寄ってみるか。ちょっとだけね。まあ、行ってみよう行ってみよう。こんばんは。見入ってしまうね。まあまあまあ、やっぱね、こういうストーリーがしっかりしたゲーム中かね、映画みたいな感じですからね。来た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 。実を言うと、街が危険だっていうあなたの発言は大げさだって思ってたの。でも爆破テロを見てあなたが正しいって気づいたわ。みんなそう言い、私を祝福してくれる。だが祝福なんぞいらん。どれだけ自分が間違っていればと願ったことか。そうじゃなきゃ、権力のある人間が私の言葉に耳を傾け手を打っていたらとな。だが彼らは何もしなかった。聞く耳など持つはずがない。君や私のような思慮深い市民が声を大にして言わない限りな。さあ立ち上がり、街を取り戻せ。そうして本物の正義を取り戻せ。ああ、それからこの番組を毎日聞け。とりあえず同じことは俺も言えるから、そこの声だけ欲しいわ。いらーん。ギアスとブリタニアもアメリカにやったから興味、ああなるほど、合ってる可能性があるね。うん、それ合ってる可能性があるわ。ああラボ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 、ほいほい、カチャンコー。だいぶ上手くなったでしょ、最初の方に比べたらね。白衣に着替えるのがいいね。これいる、このくだり毎回毎回。ピーティーあるやついる、これ。どうも博士。いやピーター、すぐに行くよ。どうよねん。うわ、新しい機材だらけ。あ、そこか。どうやったんそれ、どうやって手に入れたん。なんか悪いことした、カジノで一発あったかな。もう少しラボを片付けておかなきゃな。この機材どうしたんですか。いろんな人に土下座してね、種を借りた。また一からやり直すんだよ。だが今回は成功させてみせる。俺ギアス知らん、我に従いしか知らん。見たことない。パチンコとかなら知ってるで。これを一人で、あ、歌なら知ってるよ。まだ始めたばかりだ。実はあれから人工装具のあり方を考え直してみたんだ。体をただ元に戻すのではなく、前よりいい状態にすればいい。よし、これでうまくいくはずだ。何を言ってるかわからない。いいかね。知らないんだと。おお、すげえすげえすげえ。おお、平気ですか。どうしたどうした。ああ、くそ、すべてノーマンのせいだ、やつのせいで。ああ、博士の一票を失ったのは確実。すみません、つい空気を読まずに趣味の悪いジョークを。すぐ謝った。今のはなかなか笑えたよ。私こそちょっと大げさすぎたな。いえ、気にせずに。くるくる回ってる。博士は休んで、僕が片付けと次のテストの準備をしておきます。聞いてもいいですか。市長と昔何があったんです。大学でラボのパートナーだったんだ。意気投合してね、一緒に会社を始めた。
世界を変えてやるぞってね。だが違う世界を夢見てたんだよ。え、創立メンバーだったんですか？オズコープと呼ばれるのには訳がある。大学院で私たちはオーズと呼ばれてた。それにコープをつけただけ。覚えやすいだろ。なぜ辞めたんです？ノーマンは遺伝学に執着するようになった。私の倫理に反するプロジェクトを立ち上げ、しかもそれがとにかく裁判沙汰になって、示談と引き換えに会社を去ったんだよ。その金もすぐに底をついて、以来助成金頼みだ。このプロジェクトが失敗したら必ず成功します。これ直してきますね。コーヒーを入れてくるよ。使い方わかるんかいな。制御装置の診断を忘れずに頼むよ。ショートしたからな。こんばんは。データ例のやつ、例のやつですね。まずいな、回路をリルートしなきゃ。とりあえず壊れまくっとんな。一回全部取りゃいいんか。この辺か。おお、取れた取れた。どっちから行きますか。下から行きますか。危ない危ない危ない。実は下から行くとか成功じゃないね。実はさ、こうやってさ、マイナスが1個、これ足すと、足して4引くと、4引くと5になっちまうな。4と4。じゃあこれで足りんのか。4じゃ足りんのか。3か。で3にして、上行って、こっち行って、まっすぐ行って、全部使わないかんのかな。こう行って、マイナス3にして、おい、計算を完全にミスってるよ。足りんやんけ。足りんやんけ。こうか。こうやな。計算を間違えるっていう。オッケーオッケー。いや、今度は君がやってみなさい。俺が？何個あんだよ、同じもん。ほいーん。おお、できるやんけ。うまくいった。次は神経インターフェース。博士一人でやるなんて無理ですよ。本気ですか？今日の大失敗を考えると無理だな。僕ならまだフリーですよ。ただ働きだぞ。分かってます。そのことは気にしないで。世界を変えるんですよ。小銭なんてどうでもいい。共に世界を変えよう。ディーン。急にパズル要請でしょ。うまいことできましたけどね。MJから電話だ。電話電話。まだ？っつって。そろそろ行かないと。後でまた来ます。大丈夫、仕事は逃げたりしない。すげえ、みんな聞いた？社畜やぞ。社畜やぞ。なかった？今あれはって言ったけどなかった。これか。ターミネーターの腕でやる。飯作らねえか。なんかクリアボーナスなんかいっぱいあるな。あー、これあれ、もう一回せないかとか。アクチュエーターの精度を改善しようとしてたんだ。いつかしよう。いつかします。向こうは今日はついに補助金審査だ。おう、準備はできた。研究は目覚ましい速度で進展した。まさか身長アクチュエーターを許容値に戻せるとは思っていなかったが、パーカーがあの子のゲリラ科学を見る目は他に類を見ない。カスタム機械加工の補充部品を注文しようとした時、ちょうど彼が工務店から溶剤のボトルと歯ブラシを持って帰ってきた。見事アクチュエーターの問題を解決した。あの子は間違いなく天才だ。遅刻魔の天才でもあるが、もう10分遅刻だ。まったく今日の審査を忘れたわけじゃあるまいし。きっとがっかりさせたよね。何言ってるかわかんないけど、まあいいや。
いや、後でします。また今度しましょう。一回帰ろう。こんばんは。仕事は逃げたりしない。仕事から逃げられない。その通りよ。逃れることは誰もできないのだ。さあ MGN とこ行って、ちょっと可愛く見えてきた MGN とこ行こうぜ。急にディスられた。電話電話電話は？電話に出られなくてごめん。夕飯食べるよね？夕飯？ああ、そっか。他の用事で電話したんだけど、夕飯の時に話さ。僕が作るってことでいいんだよね？本気で？チャレンジさせてあげる。スーパーでちょっと買い物して、家に着いたら連絡するね。オッケー、またね。ほう、何を腕の見せ買ってこいとか言うこともなく。あの様子だとハードルは低そう。電話来るまでお助けマンしてこよっと。あららら、そうなの。街を探索して装備と浴びてくれましょう。もうだいぶ俺グレードアップしてるからな。だいぶグレードアップしてますからね。今どんな感じか見とこうか。ほんならスーツ、新しいスーツがどこでも作れる。おっと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 、何個かあるな。でもチャレンジトークンがないな。拠点トークン、おわや、これなんだこのアイアンマンみたいな装備は。かっこいい。ちょっと欲しいぞ。あとは、この辺か。リサーチトークン、これは終わっとんだ。プラズマ放出メッシュ、メッシュがスーツを体現させて、フレーター的に、まあいいや、とりあえず関係ねえや。いいね、これちょっと欲しいかも。これ欲しいかも。スキル、スキル。経験値いる？経験値いっか。いつの間にか料理作ってあげる仲になった。ファストトラベルでできるとこ増やす。それかもね。うん、そんな感じかもしれん。まあでもガジェットをちょっと強くできそうやから、ちょっとガジェットとかもいじっていきましょう。マックスか。チャレンジトークンが全然足りん。何これ？これも全然足りん。これは？全然足んねえな。全然足んねえ。でもチャレンジトークンってさ、これなのよ、多分。これを全部やれってことでしょ。俺、さっきまで一生懸命やってたやつは、どれだったっけな？どれだったっけ？どれか、なんか5000やれって書いてたやつをやってたんやけどな。これは終わったな。これパーフェクトどっち？移動のやつねかったっけ？あ、これ、ポイントジャンプ500か。ポイントジャンプ500回。100やってなかったな。1桁やったから、それをここまで頑張ってきたわ。あと半分。あと半分あるわ。これちょこちょこね、やっていきましょうかね。で、ここはもう作れるんちゃう？あ、マックスマックス。マックスになりましたよ。よーし。どっかへスキルチャレンジってのがあるらしい。スキルチャレンジ、あ、ステルスチャレンジ、ステルスチャレンジ、俺にできるそれ。マジで。よいしょ。ハングフィニッシュできる範囲が拡大する。ああ、でかくなるやつね。オッケー。少し強くなったんちゃう、これで。まあ、ちょっと早いけど、ここで割っとくか。またね、野良っておかしいわ。ソロでやっときます。それでやってきますんでね。今日は街だから、あそこに目玉の親父みたいなもんだけど、目玉の親父みたいな女やっときたいと思います。気づいたら強くなってるというような感じでお願いしたいと思いますよ。明日また MJ とご飯食べるとか始めましょう。では今日はここまで。また明日お会いしましょう。バイバイ、じゃーん。